はいどうもこんにちは。公式証明シリーズ、今回はですね、三角関数の加法定理です。これね、高校2年生の三角関数というところで出てきました。加法定理の証明、実はですね、まあこれ有名なことではありますが、東大の入試問題で出たことがありますね。理系の第1問だったかな。まず括弧1で一般角の定理をさせて、それ括弧2番で加法定理の証明をさせると、そういうもんでした。まあ意外とですね、こういう足元を救われちゃって、逆にね、公式の証明だから逆におろそかになってて、足元を救われちゃって困ったという人も多かったようですけども、今回はこの加法定理の証明をしていきます。まあ東大でね、出題されたということもありますし、共通テストの試行調査で制限定理の証明が出たこともありましたよね。なので定理の証明、これからですね、大学入試いろんなところに出る可能性もあります。ぜひ最後までご覧ください。さて、では導出に入っていきたいと思っています。今回はですね、まず次のようなセッティングをします。さて、今回示したいのは、このサインのアルファ足すベータとか引くベータ、コサインのアルファ足すベータ引くベータのどれかなんですけども、とりあえずですね、この座標平面上に単位円をセットして、そしてこの1、0というこのスタートの点から、負の方向にアルファという角度、進んだ点、これをですね、A としました。これが負の方向にアルファ。そして、正の方向にベータ進んだ点を B というふうに名付けています。これはまあ、負と正にしたのは、後の証明の都合です。で、こういうふうにですね、角度アルファベータを定義すると、A と B という点の座標は、アルファ、そしてベータ、おのおのの三角比で書くことができますね。点 A の座標がコサインアルファのマイナスサインアルファ、なんでかっていうと、負の方向にアルファ行ってるから。まあ厳密にはコサインのマイナスアルファ、サインのマイナスアルファですね。B の座標はこういうふうに単純に書けます。で、今ですね、何を考えたいのかっていうと、この A と B を結んだ線分 AB の長さです。この AB の長さはどうやって求められるのかっていうと、A と B の座標が α と β を使って書けているので、座標の差を使って三平方の定理で求まりますね。AB の2乗ですね。AB の2乗は、X 座標の差の2乗、コサイン、コサインの2乗、そして、y 座標の差の2乗、マイナス 3a、α 引く sinβ の2乗というふうに書けます。で、これを展開してみます。それぞれの式をですね、2乗の展開公式で展開すると、cosα 引く cosβ がこの段、そして sin の α と sin の β のこの右の方の2乗がこの段になりますね。まずこれがこうなって、これがこうなることを確認してください。で、今、この2つを全部足し算してるんですけども、よく見てみると、ここに cos の2乗、そしてここに sin の2乗がありますね。どっちも α。ここも cos の2乗と sin の2乗があります。cos の2乗 α と sin の2乗の α の合計は1。そして、コサインの2乗ベータとサインの2乗のベータの合計も1ということで、ここに1が2個出てくるんですね。これら2つをですね、1にして計算を進めると次のようになります。はい、ということで、こっちよりはよっぽど簡単になりましたね。これとこれが1、1で2。そして残りは、引く2のコサインアルファ、コサインベータ、引くサインアルファ、サインベータです。まあもうすでにですね、このコサインの加法定理のアルファ足すベータの方と似たような形が出てきました。ただ、まだこれ全然証明になってません。というのは結局、これがこれになるということを言わなきゃいけないですよね。これ単にこの形が出てきたって話なんで。なので、この次ですね、この図を少し工夫して変形してみたいと思います。さて、この左側の最初の図、これをですね、正の方向にアルファだけくるっと回転させます。つまり、このマイナスアルファ、負の方向にアルファ進んでたこの点 A というものは、プラスの方向にアルファを進めるとキャンセルしてちょうど1、0というこのスタートの点に戻るということになりますね。そしてこの B という点はもともと正の方向にベータの角度だったんですけども、さらにアルファ正の方向に進むことによってベータはさらにアルファ足すベータ進んだ点のここに来るわけです。まあもちろんですね、今回の図はアルファとベータがどちらも正の鋭角の場合にしています。アルファとベータ片方が負、両方が負だったりとか、あるいはすごく大きい角度だったりした場合は、少なくとも細かい位置関係はこうはなりません。ただしこの標識ですね、点 A とか点 B の標識とかは全く変わりませんので、これは証明として成り立っています。あくまで見た目依存じゃなくて、座標がこうかけて三平方の定理でこれができるでしょっていう話なんで、これも、そしてこれから話す内容もその方針で問題はないわけですね。さて、話を続けましょう。この A' という点は1、0、そして B' という点は、この原点から X 字高校に伸びる直線から角度 α 足す β 進んだ点なんで、座標はこうかけます。こうですね、コサインの α 足す β、サインの α 足す β。ということなんで、結局 A' と B' の座標はですね、やはり具体的に書けるわけです。こっちはただの定数。そして、こっちは α と β を使った形で書けています。で、何をしたいのかっていうとですね、ここで改めてこの図でも A' と B' っていうこの2点間の距離を知りたいんです。大まかなモチベーションとしては、結局この図を回転させたのがこの図ですから、この赤い線の長さっていうのはこっちの図でもこっちの図でも変わらないはずなんですね。そして今こっちっていうのは α と β がバラバラの状況で AB の2乗を出すことができました。
こっちではこの 1,0 という点と α たす β でかけているこの点があるわけですよね。したがってこの2つの点の座標からここの2乗を出すと、どうやらおそらくですよ、コサインの α たす β あるいはサインの α たす β が出てくれそうな形になっているわけです。だからあえてこっちでも同じ長さを出して、じゃあこれとこれが一緒だよねっていう方針で考えていくと、そういうことなんですね。今回も三平方の定理で a'b' の長さの2乗を計算すると、 x 座標の3の2乗、そして y 座標の3の2乗ということで、こうなってさらにこれを展開してみました。さてこの式もまた少し複雑ですが、よく見てみると、ここコサインの2乗の α たす β、 そしてサインの2乗の α たす β というものがあって、これらの和はもちろん1になります。同じ角度であれば、中身が α であろうと β であろうと和だろうと全部111になるわけですね。ということなんで、これもさらに簡単にできて、こんな感じになりますね。ということで、このさっきと同じ長さであるこの a'b' というものをまた別の形、今度は α たす β というものを使って表すことができました。今この ab の2乗の式、そして a'b' の2乗の式、番号を振りましたけども、1と2、丸1と丸2は結局さっきも言いましたけど、同じ長さを2通りで表してるわけですよね。なので当たり前ですが、この2つは値として等しくなっていなければいけないわけです。ということで、結局これとこれが等しいというふうになるんですが、この 2-2 ってのが共通していますよね、再辺と右辺で。でしかもここの係数にも共通しています。ということで、結局これとあとこれが等しくなっていなければいけないということになって、この式の成立が確認できます。で、これですね、この4つのうちある1つの式になっているどれかっていうと、コサインの α たす β がコサインコサイン引くサインサインなわけですから、下のマイナス。ということで、これ、四角の3番ですね。ということで、四角の3番の証明がこれでできたわけです。ということで、4分の1の証明が完了しました。で、残りですね、サインのプラス、サインのマイナス、コサインのマイナスとあるんですけども、別にですね、これと似たような証明をもう3セットやる必要は全くありません。数学1でですね、180度引くシータ、90度引くシータとか、マイナスシータとか、そこら辺の三角比やりましたよね。それを利用して、あとはこの四角3から1、2、4を導いていきたいと思います。さて、まずですね、この四角の3番、さっき得られたこの式で、ベータという角度をマイナスベータに置き換えてみましょう。これは任意のアルファとベータで成り立つ式なので、この四角の3というのは、別にベータというものをマイナスベータにそっくりそのまま全て一緒に入れ替えるのは勝手ですよね。入れ替えてみると、まず、コサインのアルファ、これはもちろん変わりません。そして、コサインのベータは、マイナス、コサインのマイナスベータなんですけど、それは変わりませんね。で、引くことの、サインのアルファはもちろんこれは変わりません。サインのベータ、これはマイナスのベータになって、それってマイナスサインベータですよね。そしたらマイナスマイナスで、ここプラスになって、で、そしてこのサインのベータというふうになるわけです。で、この右辺はコサインのアルファ引くベータになりますね。なぜかというと、全部ベータをマイナスベータに入れ替えてるから。ということで、これ見てみると、四角の4番の証明が完了していることになります。四角の4っていうのは、コサインの方のアルファ引くベータですね。確かに一致しています。左右逆ですけど。そして、あと次、じゃあ1と2、つまりサインの方なんですけど、なんか一見出なさそうな気しますよね。これをいじってなんでサインが出てくるんだとか、そもそもサインコサインとコサインコサインで組み合わせ違うでしょと思うかもしれませんが、またこれも一手間加えるだけで証明が完了します。今度はですね、ベータをベータ引く2分の π という角度に変えてみます。そうすると今これ四角の3ですね。これの、まず最初のコサイン α、これはもう変わり終わりませんね。そもそもベータと関係ないので。コサインの β、これがコサインの β 引く2分の π という風になって、これ計算してみると、サインの β になります。90度引く θ とか、θ 引く90度とか、そこら辺の思い出してみてください。そして次、今度は、まあとりあえずマイナスと書いておいて、サインのアルファ、これも変わらずに、次、サインのベータ。サインのベータは、サインのベータ引く2分の π になります。で、これ計算してみると、マイナスのコサインベータになるんですね。なので、コサインのベータにしておいて、マイナスなので、マイナスマイナスのプラスと。で、次、これは右辺が、結局、コサインのアルファ足す、ベータ引く2分の π。で、コサインで2分の π 引くとサインになるので、結局これは、サインのアルファ足すベータというふうに実はなるんです。まあ、細かい変形とかその理由については省略しましたが、これは高校1年生の知識で簡単にわかるので、ぜひ各自で考えてみてください。で、こうして得られたこの式、これはどれなのかっていうと、サインの α たす β になってて、まさにこの上のプラスバージョンと一致しているということで、四角の1の証明ができました。
ここまでよろしいですかね。で、あと最後、四角の2番ですね。サインのアルファ引くベータ。これまでは四角の3を起点にしていましたが、まあ正直四角の1が得られちゃったんで、あとはもう簡単、四角の1でベータをマイナスベータにしちゃえばいいですよね。どう見ても、サインのアルファ足すベータからサインのアルファ引くベータにしたいわけですから、ベータをマイナスベータにしちゃえばいいと。いうことで、式書いてみると、コサインのアルファ、これは変わらずに、サインのマイナスベータなので、今度はマイナスのサインのベータになります。そして、サインのアルファの値は変わらずに、コサインのベータがコサインのマイナスベータですけど、これはコサインのベータと一致しています。ということで、結局、ベータをマイナスベータに変えた式は、こんな感じになるわけですね。サインのアルファ引くベータが、サインコサイン引くコサインサイン。この式見てみると確かに上のサインのアルファ引くベータの形と一致してますね。なので、これでちゃんと四角の2番の証明ができたことになります。はい。ということで、以上が三角関数の加法定理の証明でした。三角関数の加法定理、これら4つの式ですね。サインとコサインで2通り、プラスマイナスで2通りというふうになっています。で、それを証明するためにどうしたのかっていうと、こういうふうに2つの単位円を考えて、2点間の距離の2乗というものを2通りの方法で表したんです。こうすると、座標がそもそも α と β 別々で書かれるので、どうやらコサインの α とかコサインの β、サインの α、サインの β というふうに分離した形で式が出てくるだろうと思えるわけですね。こういうふうにずらして、角度0と α 足す β にしてあげると、α 足す β が一気にこう足し算された形で式に出てきそうだというふうに思えるというわけで、こっちはこっちで、まあ同じ長さなんだけども、a'b' の2乗を計算したわけです。そうしたら案の定、ちゃんと分かれたものと一緒なものが出てきてくれて、で、そうは言っても同じ長さでしたよねということで、2つを比べて、加法定理の式がちゃんと導かれたということなんです。で、なんで最初にですね、この4つのうちこれを証明しますというふうに言わなかったのか、これは動画の冒頭でもお話ししましたが、例えばこの2つの図の比較で4つのどの式が出てくるかってパッと見でよく分かんないじゃないですか。ただ今言ったように、こういったアルファとベータを分けたもの、一緒のものが出てくるので、まあどれかは1つは出てくるでしょうということで、最初にどれを証明するかは言わずに、結果出てきた式で、あ、これが証明できたね、3が出てきたねというふうに片付けることにしたんです。で、それは全く問題ない。なんでかっていうと、角度にマイナスをつけたりとか、2分の π 足したり引いたりとかすることによって、他の4、1、2の式がちゃんと出せるから。もちろん、例えば別のセッティングで1が先に出ちゃったとしても、2、3、4を出すこともできますし、例えば2から1、3、4、4から1、2、3というのももちろん可能です。なので、まあ、こういうおおらかな方針で、ただしセッティングだけきっちり計算だけミスないようにというのが大事ですね。まあこの加法定理の証明はですね、まあ東大の入試で出てきたということもあって結構話題になってるし、入試で出たからこそちゃんと勉強してる人も多いんじゃないでしょうか。ただ、こうなんか特別な問題だということで、こう伝説の入試問題とかよく言われることがありますけども、僕は全然そんな風には思っていません。正直なんて言うんでしょう、教科書にも載ってる内容なんですよ。こういった証明っていうのは当たり前なんですけどね。だからすごくこう辛い言い方をすれば、こう東大受験生でもほとんどの人が教科書に載ってるレベルの証明ができてないっていうことなんです。で、証明なんてできなくてもいいじゃんと思ってる人にとって、こういう実際の出題例があるっていうのは、やっぱりよく考えるべき事態だと思いますね。証明ができないとやっぱりダメ。証明が分かってるからこそ、なんか正しい場所でこの定理を使えるとか、そういったメリットもあるわけで、そして実際に入試で証明せよという問題が出てしまう以上、皆さんは証明を勉強しない理由はないですね。ということで、僕のチャンネルではですね、こんな感じで証明シリーズということで、いろんな定理の証明を扱っています。今回の動画は以上となりますが、他にもですね、例えば数学に関するトピック、パズルの話とかもしたりとか、あと僕自身が東大の物理学科の出身なので、物理に関する授業も今後やっていきたいなというふうに思っています。おかげさまでここ最近ね、チャンネル一気に伸びておりますので、引き続きですね、皆さんよかったら高評価とかチャンネル登録をお願いいたします。というわけで、今回は以上にしたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。